アドマイヤマーズは日本の競走馬。主な勝ち鞍は2018年の朝日杯、フューチュリティステークス、2019年の NHK マイルカップ、香港マイル。2016年3月16日、北海道安平町のノーザンファームで誕生。2017年のセレクトセール一歳馬市場に上場され、友道康夫調教師の推薦を受けた。アドマイヤ冠の近藤理一によって5200万円で落札された。育成はノーザンファーム空港の C19 舎で行われた。立東、友道康夫厩舎に入厩。デビュー前の追い切りから抜群の動きを見せ、ミルコ・デ・ムーラン城で出走した2018年6月30日の新馬戦でケイデンスコールを花さ下して圧倒的一番人気に応えた。2戦目の中京2歳ステークスでも単勝オッズ1倍台の支持を集め、最後は鞍上が手綱を持ったまま3馬審査で快勝。3戦目のデイリー杯2歳ステークスでも単勝 1.8 倍の一番人気に押され、初めて花を切る展開から直線で名勝勝負との追い比べを制し、無傷の3連勝での重賞制覇を達成した。迎えた朝日杯フューチュリティステークスでは、サウジアラビアロイヤルカップを快勝した牝馬、グランアレグリアに一番人気を譲ったものの、道中3番手に位置を取って、直線で前をかわすと、最後は2着クリノガーディに2馬身差をつけて、無敗での GI 制覇を果たした。同年のホープフルステークスでは同じくデムーロが主戦を務めるサートゥルナーリアが圧倒的支持に応えて快勝しており、JRA 賞最優秀2歳牡馬の投票では、同馬と票を分け合う形となったが、最終的に30票差で本馬が受賞している。明け3歳となり、鞍上を同じくするサートゥルナーリアとの兼ね合いが注目されていたが、1月10日にサートゥルナーリアがクリストフルメールに乗り換わることが発表され、引き続き鞍上デムーロで2月10日の共同通信杯から始動。距離延長や初の長距離輸送などが、不安視される中で一番人気に押されていたが、逃げの手を打ったものの直線半ばで内からダノンキングリーにかわされて2着に敗れ、初の黒星となった。さらに200メートルの距離延長となったクラシック本番4月14日の皐月賞では圧倒的支持を集めたサートゥルナーリアに次ぐ2番人気で出走したが、直線で伸びを欠きサートゥルナーリアなどの上位勢から2馬身後方の4着に終わった。その後は再びマイル路線に戻り、皐月賞から中2週で5月5日の NHK マイルカップに出走。桜花賞を2馬身半差で快勝し、ここでも朝日杯と同じく圧倒的支持を集めたグランアレグリアとの再戦となった。レースでは中段の外に位置を取って競馬を進めると、直線では外から各馬を差し切り、最後は大外から追い上げてきた14番。人気ケイデンスコールを半馬審査で振り切って優勝、マイル GI2 勝目を挙げた。鞍上のデムーロにとっては、不振が続いた中での勝利であり、もう最高。令和で最初の GI を勝ちました。気持ちいいですね。すっきりですと語った。一方で、再戦ムードを盛り上げたグランアレグリアは、最後の直線で、ダノンチェイサーの進路を塞いだとして4着入線から、膠着処分を受け5着となった。その後は、香港マイルを最大目標に定め、秋は10月19日の富士ステークスから始動。本年のビクトリアマイルを勝った、ノームコアを抑えて一番人気に押されたが、直線で、鞍上、デムーロの無知に反応せず9着に敗れ、マイル戦6戦目で初黒星となった。鞍上のデムーロは、敗因はわかりませんとしたものの、今回久々ということもあったのかもしれません。使って良くなりそうですとコメントした。富士ステークス後は予定通り12月8日の香港マイルに出走。クリストフ・スミヨンとの新コンビとなった。日本からは本年の春秋マイル GI を連覇したインディチャンプ、ノームコア、ペルシアンナイトと本馬含めて GI 馬4頭が遠征。地元香港からは前年に本レースを圧勝し、絶対王者と呼ばれたものの金2走は、連敗を喫していた、ビューティージェネレーションなどが出走した。レースでは、行為の後ろに位置を取ると、直線では中段から鋭く伸びて、内のビューティージェネレーションを差し切り、外から追い込んできたワイククを競り落として優勝。GI3 勝目を海外 G1 制覇で飾るとともに、史上初の3歳馬による香港マイル制覇を成し遂げた。日本調教馬が3歳で海外 G1 を制するのは2005年のシーザリオ以来、史上2頭目であり、日本調教馬史上初の3歳での海外小馬混合 G1 制覇となった。レース前の11月17日には馬主である近藤利一が癌で死去しており、亡きオーナーに捧げる勝利としても大きく話題となった。かねてよりオーナーと親交があり、近藤が観戦時に着る予定だったスーツを代わりに着て、レースを見守った友道は、ゴール時に関係者と何度も抱き合って涙を見せ、世界のマイル王を目指して、これからも頑張ります。日本に帰ってから、近藤オーナーに良い報告ができますと喜びを語った。レース前から本馬の力を高く評価し、左足に喪章をつけての騎乗となった鞍上のスミヨンも勝負服を一番高いところに掲げることができて良かったですとのコメントを残した。その後、近藤の所有馬は馬主名義がすべて近藤順子に変更となり、本馬の勝利が近藤利一名義の馬にとって最後の GI 勝利となった。年明け初戦は引き続きスミヨン鞍上で3月28日のドバイターフに出走することとなったが、現地入り後に新型コロナウイルスの感染拡大を受けてレースが中止となり、日本に帰国。次走の予定を6月7日の安田記念に定めた。香港マイルから半年ぶりのレースとなった安田記念には鞍上に川田将雅を迎え、アーモンドアイ、インディチャンプ、グランアレグリアなどのメンバーが集まる中6番人気で出走。レースでは先行集団に位置を取ったが、直線で伸びきれずに6着に敗れた。鞍上の川田は勝負どころで少し動きづらかったのは久々の分かもしれませんね、とコメントした。秋は10月31日のスワンステークスから11月22日のマイルチャンピオンシップに向かうことが決定。58kg を背負ってキャリア初の 1400m 戦となったスワンステークスではスタートから2番手につけて競馬を進め、直線で粘りを見せて3着に入る。次走のマイルチャンピオンシップでも、先行集団に位置を取り、直線ではインディチャンプとの競り合いとなったが、外からグランアレグリアに差し切られ、インディチャンプにも首差及ばず3着となった。川田は、とてもいい内容でこの馬本来の走りができたと思いますが、それ以上に強い馬が2頭いたということですとし、調教師の友道も、勝った馬が強かったですねと述べた。次走は連覇を目指し、12月13日の香港マイルに出走。鞍上は前年と同じくクリストフ・スミヨンを予定していたが、同機種の検疫において新型コロナウイルスの再検査が要請されたため、騎乗が不可能となり、レース3日前の10日、鞍上がライアン・ムーアに変更されることが発表された。レースでは2番手に位置を取り4コーナーで先頭に立ったが、圧倒的1番人気に押されていたゴールデン60に直線半ばで外から差し切られ、その後も粘りを見せたものの最後は外のサザンレジェンドにもわずかに差し切られて3着となった。帰国後の12月17日、香港マイルをラストランとして現役を引退し、引退後は社台スタリオンステーションで種牡馬入りすることが発表された。友道は、怪我をすることもなく丈夫な馬で、海外遠征でも頑張ってくれました。その丈夫さが子供たちにも遺伝して、活躍馬をたくさん出すことを期待していますとコメントした。以下の内容は netkeiba.com 及び香港ジョッキークラブの情報に基づく。2021年から、社台スタリオンステーションで、種牡馬入りした。初年度の種付け料は300万円。また、シャトル種牡馬として、オーストラリアでもつなぎ用される。オーストラリアでの種付け料は22,500ドル。ありがとうございます。